ほっぺが。すごい。これまーちゃんの。もう時期に合わせちゃった。人のミスを笑う。なんで？そんな顔ないから。え？顔のせい。顔のせい。顔のせい。違うの今えって言うからだから。はいはい、お疲れ様でした。どうでしたか今日は。ゆったり。ね、焦りました。でも楽しかった。うん、MC どうでした？いや、しかも前回は結構もう焦りすぎちゃって、もう結構もう本当に何だろう、焦ってしまったんですよ。だけど今回はちゃんと自分も反省して、まあ、ちょっと押してしまったけど、ちゃんと話せたかなと思います。ミジュの MC 良かった。安定感増した。ありがとうございます。ミジさん MC スムーズやったな。頑張ります。今日は表情が柔らかかった。ありがとうございます。ということで、中身なんですけれども、はいはい、まあ、なんかちょっとね、はい、前回皆さんの中で結構反省することが多くて、でそれからの今回だったんで、なんかちょっと気合入ってる感はすごいあって、まあ、確かに良かったと思いますよ、すごい。でそれは、まず最近の出来事のフリートークのとこ、あ、じゃない、ごめん、あの一番最初自己紹介のところ、はい、やっぱなんかさ、自分っていうものをアピールしようと思ってたの何しようかなってちゃんと考えてきたから、何々が得意だとか、最近何々にハマってるとか、ちゃんと情報を入れてすごい聞きやすかったですね。まあ、だからプラスアルファ次からは自己紹介あとで名前言うじゃん、もう一回そこでちゃんと補足をできるように、はい、さっき言ったけどこここんなですみたいなのをポロッと言うだけでもいいと思いますからね、はい、うん、今日は全体的に振りと落ちが良かったように感じました。うん、始まるとき見てる方も少し緊張したまあ、それはフリートークのいつもネタを1個持ってくるっていうのでもそうですけど、なんかいつもよりクオリティが高いネタが揃ったなと思います。で、今日カースさんが2個持ってきたじゃないですか、ね、どっちがいいですかみたいな。で今日はまあちょっとゆったりな感じだったのかなと思うから、両方ともやればって言ったんだけど、確かに2個持ってきた方がどっちの方が面白いって決めやすいから、もしかしたらいいかもね。はい、別に2個用意しろっていうわけじゃないけど、自信がなければ2つあった方が、人にね、自分がこっち面白いと思ってるけど周りの人はみんなこっちの方が面白いって言うかもしれないし。はい、ネタをいっぱい用意しておくといざという時に使える、その通りですね、うん、っていうのがありつつ、カスさんのジャコテンでなんか3番どうでもいいみたいなので3番になったじゃないですか。まああれはちょっと切れポイントだったんじゃないかなと、うん、もっと切れてもよかったじゃないかな、でもあれってさ、3番を書いたからには3番になってほしいわけで、番組作ってる側からしたらね、じゃないとなんかただスタッフが性格悪いみたいになっちゃうからそこでちゃんと、ユーザーの方が3番を1位にしてくれるっていうことはすごいいい番組だと思うんですよね。なんか団体芸というか、でみんなはみんなでさ、これ3番だけは入れないでねってちゃんと言ってたでしょなんかそこら辺ってさ、別に打ち合わせ何もしなくてあの場で考えてやったことだけど、ちゃんとなんかこうみんなで番組を作ってる感が出たから良かったですね。やり取りが成立してましたね、3番で。ダチョウクラブ的なって、で、11秒の企画は、まあ、なんかちゃんとすごいみんなお話ができてて良かったですね、はい、まあ、もうよく言えばもうちょっとなんかもうちょっとこう個性がねバラバラな感じだったら良かったかもしれないですけど、でも美里さんとか美里さんとかちゃんとゴリゴリに個性出してたから良かったと思いますよ。あとはみ出しちゃうところね、良かったですよ、はい、まあ、ちょっと止めるの早いかなって思う。もっとやらせてもよかったかもしれないですね、はい、長いっていうのがちょっと早かったかもしれない、
面白かったから、はい、自分らの曲を大切にしてるね、だってカルタに関しては、まあ、まだ2回目なんであれなんですけど、もっとなんか今さ、結構みんな桜エビーズのいみたいな感じ書いてるじゃん、じゃなくて自分の中の愉快で夫婦なことをもっと書いてほしいよね。自分が愉快で夫婦になるにはどういうのがいい、だからフカヒレがどうこうだったり、わかんない、なんか犬を拾ったとかなのかもしれないじゃんとか、なんかそうやって自分の中のにした方が個性が出るので、みんなも投票しやすいかなっていう、はい、うん、かな。フカヒレに関してはなんかいつか食いたいじゃなくて、食ったっていうのがいいと思うけど、はい、最後までネタ持つかなって言ってますね。任せましょう前回のカルトは覚えとこうね、はい、はい、これはガチのやつですね、はい、すいません。あ、カルト公募してもいいかなっていうね、確かに、ね、エロはユーザーさんなら何するみたいな、あ、聞くのはいいと思いますね。まあ、実質宿題みたいなもんですから、カルタは、はい、考えてきてくださいと、はい、その場じゃなく、まあ、その場で思いついた程度してもいいけどね、うん、言葉遊びが上手くなった、うん、いいじゃないですか。そんなところですかね。はい、じゃあ、まあ、その中では、はいはい、今日はドア玉ね、美女が何回目か忘れちゃったんだけど、なんかやっぱ今日みんな気合い入ってたから、フォローが上手だったかな。いつもなら拾えてないところがちゃんと拾えてたかな。だから今日はあの最初、あのあれ何回だっけみたいな時大丈夫かなって思ったけど、みんなフォローできてたから大丈夫だなってまず思いました。で、今回そのあんま台本見ないようにしようみたいに前回言って、で今回そのあんまりみんな持ってなかったじゃん。そしたらやっぱ画面がすごいスッキリしてるのね。だから企画も話も入ってきやすい。みんなが一生懸命喋ってても誰かが台本をまくったり落としたりするとそっちに意識がいっちゃうんだけど、今日はそういうのが少なかったし、あの台本見るときもちゃんと隠してやってたから、あのやっぱ絵面はちゃんとこう見せていくんだったらそう言って意識した方がいいかなって思いました、はいはい、で、面接官をこう水原がやったときにみんな同じ面接官になっちゃった、みんな同じ系統の面接官になっちゃったから、もっとそこも個性を出していろんな面接官がいてもいいかなとは思いました、まあ、でも前回すごいみんな泣いてね、みんな反省してこうやっぱ意識高めようってなったから、今日はその、まあ、ちょっと時間は長かったっていうのもあるけど、なんか閉まってた、全体的に閉まって見えたから、やっぱなんかこれを続けていけたらいいかなと思います。はい、はい、そうか、台本持っていなかったから衣装が目立ったんだいや大事なことですよ、うん、台本持ってない方が前を向いてね、うん、ちょっと見栄えがいいっていうことだと思いますので、この流れで、次が年内最後なんで、うん、はいはい、じゃあ終わりましょうか、はい、じゃあ適当にしてみてください。MC さん、こういう役割ですかね、シンプルでも大丈夫ですか、ね、はい、じゃあ今日は見てくれてありがとうございましたちょっとホラー系ありがとうございました、バイバーイ、もっと頑張ります、やったー。うちあれじゃん、ん、ね、年明けのさ締め解散するじゃん、あ、ほんとだ、バイバーイ、面接頑張ります、バイバーイ、ありがとうございます、次回が2016最後だ、14日だよ、14日、年明け年明け、お願いします。